国際犯罪とは犯罪を指す用語であるが、多義的かつ複雑な概念であり、この用語の統一的な意味は定まっていない。適用される法規ごとに大きく二つに分けて論じることができる。一つは、元来国内法上の犯罪行為に過ぎなかったものが、犯人の国外逃亡などの理由で、国際性を帯びた犯罪であり、これを、障害性を持つ犯罪といい、 国際犯罪と言われるものの中で最も伝統的な類型であるが、国際法における協議の国際犯罪の用語からは除外されることが一般的である。もう一つは国際法上の犯罪といい、これはさらに犯罪の追求に各国の国内法の改ざが必要とされる諸国の共通利益を害する犯罪と、訴追処罰が直接的に国際法に準拠し、 国際機関が行う、国際社会全体の名において処罰される犯罪とに分けることができる。さらに、以上に述べたものは、個人の国際犯罪であるが、国家の国際違法行為の中にも、その重大性に鑑み通常の国家責任とは、異なる国家の刑事責任が問われるべき、国際犯罪を構成するとする見解もあるが、2001年に、国連国際法委員会が作成した、 国家責任条文からは1996年の条文案に見られた国家の国際犯罪の概念は削除されている。障害性を持つ犯罪は元来国内法上の犯罪に過ぎなかった行為が国際的な関連を持つことで複数の国の刑法と管轄権に関わることになるものを言い、外国性を持つ犯罪とも言う。 国際犯罪の中でも最も伝統的な類型であるが、国際法における国際犯罪の定義からは除外されることが一般的である。例えば国外犯や国外逃亡、共犯関係や証拠が国外にある場合に、関係国の間で捜査協力、司法共助、犯罪人引き渡しなどの措置を取る必要が生ずれば、障害性を持つ犯罪に分類される。 各国ごとに異なる警備の程度や経済格差、国外犯に関する規定の違いなどに付け込み、犯罪の計画、準備、着手など、犯罪の各段階を都合が良いと考えられる国を選び、振り分けることで、当局の追及を逃れようとすることは少なくない。しかしこうした犯罪は、複数国の刑法で同一に犯罪とされ競合が生じる場合には、 国際法が手続き面で関係することはあり得るが、外国性を伴ったものとはいえ基本的には、特定国の国内法上の犯罪であり、その取締りについて他国が協力すべき範囲は、限られている。具体的には、国際刑事警察機構を通じた捜査協力、令状の送達、証拠調査、国際手法共助、犯罪人引き渡しなどが行われる。国際法において、 国際犯罪について述べる場合、前期の障害性を持つ犯罪を除外した国際法上の犯罪だけが扱われる。国際法上の犯罪とは犯罪の要件を決定する枠組みや訴追、処罰といった刑事管轄権の配分、貴族が国際法に準拠して定められる犯罪である。この国際法上の犯罪はさらに刑事責任の追及が 国際法を受容した各国の国内法を介在してなされるか直接国際法に準拠するかによって分類される。前者は諸国の共通利益を害する犯罪。後者は国際社会全体の名において処罰される犯罪というアデン湾で海賊行為の疑いで船舶に接近するアメリカ海軍の船舶。海賊行為に対しては古くから すべての国に処罰する管轄権が認められてきた。多くの国々にとって共通に法益を侵害する行為であるため、条約や監修国際法といった国際法により処罰すべき行為と定められていて、これを受けて各国が国内法を制定しこれにより処罰される犯罪を諸国の共通利益を害する犯罪という。例えば海賊行為、奴隷取引、麻薬、 公正人材取引、海底電線損壊といった、海上犯罪、戦争の放棄管理違反、戦争犠牲者保護条約の重大な違反行為の処罰、特定生物種の取引、捕獲の取締りがこれに該当する。特に海賊行為は、すべての国に対して、海賊を訴追、処罰する権能を与えるとする普遍主義が古くから採用されてきた。さらに国際テロリズムに関する、 多数国間条約では、普遍主義を採用するだけでなく条約定約国に、犯罪の訴追、処罰のための義務を課している。例えば航空機不法脱出防止条約では、定約国にハイジャック犯を厳重に処罰する義務を課し、航空機の登録国、犯人を乗せたままその航空機が着陸した国、賃貸航空機の場合賃借人が主たる営業所を置く国、 容疑者を自国領域内で発見した国や、容疑者の身柄を自国領域内で抑留している国、こうした国には必要な国内措置を取る義務が課された。特に上記に該当する国には、いずれかの国に容疑者を引き渡すか、引き渡し先の国で実効性のある処罰を期待できない場合には、自国で処罰する義務が課される。このような容疑者が領域内に所在する国に対して、 引き渡ししか訴追かを選択する義務を課す方式は、この他に爆弾テロ防止条約、テロ資金供与防止条約でも採用されており、諸国の共通利益を害する犯罪について規定する多くの条約に採用されている方式である。イスラエルで裁判を受けるアドルフ・アイヒマン。ユダヤ人に対する集団殺害罪や人道に対する罪に問われた。 国際社会全体の一般利益を侵害する犯罪であるため、個人の刑事責任が国内法を介さずに直接国際法によって成立し、国際刑事裁判所など国際機関によって訴追処罰される犯罪を国際社会全体の名において処罰される犯罪という。第二次世界大戦後に生まれた新しい国際犯罪である。 第一次世界大戦後のベルサイユ条約においても、ドイツ皇帝の戦争責任を追求する規定が置かれていたが、この時は皇帝の亡命国オランダが引き渡しを拒否したため、訴追が実現しなかった。個人の戦争責任を追求する手続きが初めて実現したのは、第二次世界大戦後に設置されたニュルンベルク国際軍事裁判所と極東国際軍事裁判所においてであり、 ドイツや日本の戦争指導者たちに対して、通例の戦争犯罪に加え、平和に対する罪、人道に対する罪を適用し処罰した。これらの裁判は裁判所の公正さ、国家行為に関して、個人の刑事責任を追求することの実定法としての確立、共同防御の概念の適用、といった法的問題があったと言われるが、1946年に国連総会は、 ニュルンベルク原則を確認する決議を採択し、国連国際法委員会は人類の平和と安全に対する罪の法典化作業を行った。ジェノサイド条約やアパルトヘイト条約は人道に対する罪を発展させた条約といえる。これらの条約は犯罪の構成要件と個人の刑事責任を条約自体が詳細に定め、管轄裁判所として公一国の裁判所、 被告人に対して管轄権を持つ国の裁判所、そして条約締結後に設立されることとなった国際刑事裁判所が条約作成時に設置されることをすでに予定していた。この種の犯罪行為は、詩人が行うことは事実上不可能に近く、可能性が考えられるのは国家機関やこれに準ずる地位にある個人であるが、そうであったとしても、 好意の責任を国家に帰属させず、個人に刑事責任を課すものである。しかし、国家機関に準ずる地位にある個人に対する裁判を国内裁判所が行うことはほとんど期待できない。イスラエルがアルゼンチンに潜伏していた元ナチスのユダヤ人虐殺責任者であったアドルフ・アイヒマンを自国に連行し、 ユダヤ人に対する集団殺害罪や人道に対する罪により処罰したことがあったが、この時のイスラエルの管轄権の正当性についても疑問視されている。1993年に設立された旧ユーゴスラビア国際刑事裁判所や1994年のルワンダ国際刑事裁判所はアンポリ決議によって設立された特定の事案にのみ限定された裁判所であったが、 アンポリの統制に従うことなく独立した司法機能を行使し、裁判の公正さや犯罪の実定法規制について、第二次世界大戦後の国際軍事裁判所が抱えた問題点を克服したものとなった。常設的な国際刑事裁判所を設立する条約に関しては1994年に国連国際法院会作成の条約草案が採択され、 1998年に国際刑事裁判所規定が採択2002年に発行した。同規定は国際刑事裁判所の裁判の対象となる犯罪を国際社会全体にとっての関心事項である最も重大な犯罪に限定し、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪、侵略の罪という4つの行為をコアクライムとし、管轄としている。 これまでに、今後民主共和国、ウガンダ、中央アフリカ共和国が自国内の事項を国際刑事裁判所に付託したほか、ダルフールの事案に関してアンポリが付託している。国家の国際犯罪は、国家の国際違法行為の中でも、その重大性に鑑み通常の国家責任とは、異なる国家の刑事責任を問うべきとする見解で、あるが2001年に、 国連国際法委員会が作成した国家責任条文からは1996年の条文案に見られた国家の国際犯罪の概念は削除された。削除された条文案第19条によると国家の国際犯罪とは国際社会の基本的利益の保護のため必要不可欠である国際義務の国家による違反から生じ、それゆえにその違反が 国際社会全体によって犯罪として認められる国際法行為であり、これに該当するものとして侵略、武力による植民地支配の確立、創設、奴隷制、ジェノサイドアパルトヘイト、待機、海洋の大量汚染が例示されていた。こうした国家の国際犯罪の概念が国家責任の分野で実定国際法として確立できるかどうかといったことや、 個人の国際刑事責任や強行規範との関係性など問題点を指摘する見解もある。ありがとうございます。